皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さあ今日はですね、折り紙でね、くす玉を作ってみたいと思います。このようなね、部品を作るんですよね。これを、いっぱい作って組み合わせることで立体的なね、くす玉を作ることができます。どんな感じになるのか、では早速作ってみたいと思います。はい、では早速作っていきたいと思います。好きな色のね、折り紙を用意してください。では行きますよ。では裏をですね、上にしてください。そしてまずは半分に折ります。半分に折ります。はい。はい、そうしたらこれを一回広げまして、今作ったね、この折り目に沿って下から上で、こっちも反対かな、上から下へと真ん中にね、沿って折ってください。はい、こんな感じですね。そうしましたら一回広げてください。で次はですね、右下をこの折り目に沿って、このように三角に折っていきます。はい、こんな感じですね。そうしましたら反対側もですね、同じように下に向かってこうやってね、三角に折っていきます。私はちょっとやりやすいようにね、反対にひっくり返して折りたいと思います。はい、こんな風になりますよね。そうしましたら、はい、畳んでください。こんな風なね、形になると思います。そうしましたら次は今度は左下ですね。左下を持って、この部分をね、持って、この面に沿ってこんな風にね、三角形にね、折ってください。こんな感じです。でこっち側も同じようにこの面に沿って三角に折ります。よいしょ。はい、そしたら今折ったらここをこうやってね、しまう感じですね。しまい込んでくださいね。反対側もね、同じです。はい、こんな感じでしまい込んじゃってください。こんなね、形になると思います。平方四辺形って言うんですけどね、この形確か。はい、そしたら、ひっくり返します。ひっくり返してこの角を、はい、こんな感じ。反対側もこの角をこんな感じに折ってください、ね、こんな四角のね、形になるんですけども、これでね、部品が完成です。で、これをですね、全部で12枚作ってくださいね。で実際に組み立てるときには、ここと、ここに隙間があるんですけど、この隙間にこの角をね、他の部品の角を入れていきます。で、1枚ずつね、まあ、作っても作れるんですけども、まあ、作りやすくするためにですね、3枚1組でね、パーツを作るとね、作りやすいかと思います。ちょっとやってみますね。ここにこんな感じではめます。これで今2枚ですね。であと1枚か、こんな風にはめていきます。で3枚目ね。でここ、こんな感じか。よいしょ、はい、よいしょと。はい、これでね、1つのパーツになりますね。なので、3枚が、12枚必要なので、3、4、12、これを4個作って組み立てていくとですね、最終的にはね、こんな感じの形になってきます。これあと1個入れれば完成なのでね、完成させてみたいと思います。はい、というわけでね、無事にね、完成しました。どうでしょう、これがね、12枚のパーツを組み立てて、完成しました。くす玉で、くす玉ですね。はい、綺麗ですよね。ちなみにですね、この部品結構活用ができまして、これは12個で作ったんですけども、6個でこんな四角もね、できます。正方形もね、あと3個で三角形みたいなのもできますし、9個でね、なんか不思議な形の、形もできます。結構ね、いろいろと、幅が広いのでね、ぜひ挑戦してみてくださいね。はい、そしてですね、ご覧ください。先ほど作ったね、くす玉とこの箱というか四角ですね、これをですね、竹ひごでここ2箇所今挟んでるんですけど、ただ挟んだだけなんですけどね、こうやってやってみました。ちょうどね、こうやって置けますよね。なんか地球みたいですよね。はい、こんなね、応用もできると思います。今ね、
こういう竹ひごもね100円で売ってますのでね、全部ね簡単に材料は揃うと思うのでね、ぜひ皆さんもね工作でね、折り紙で挑戦してみてください。ではね今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。